で、メイクをします。急いで、この後私は美容室に行くんで急いでメイクをしたいと思います。ほんとすいません、遅くなっちゃって。昨日絶対10時って言ったからさ、10時で待機してる人いたよね。しかも仕事中に、マジごめん。そういう人がいたら本当にごめんなんだけど。あと喉がやっぱちょっとね、枯れかけてるよね。いや、もう枯れてはないんだけど、枯れそう。メイクを急いでやっていきます。今日はね、 SNS 用の写真も撮ろうと思ってるので、もうそんな大した写真は撮らないんですけど、明日が10月、それな、早くない？やばいよね。もう怖いんだけど、時の流れが早すぎて。マジで。毎回ね、毎回ってか、今月はマジで早かった。いつもよりもっと早かった気がする。そんな気がしない？私だけ？そんな気がするの。年な、なんかさ、誰だっけ、誰かと話しててさ、え、これが年なのかなとか言ってさ、え、そういうこととか言って誰だったかな。今ちょっと友達から場所わかるよねって連絡が来ました。一応教えてって送った。覚えてない場所、友達の美容室の場所覚えてない。美容室なんて行くのマジ1年ぶりかも。約1年ぶり、本当に1年ぶりだわ。だって私トリートメントとかも基本しに行かないんですよ。ちょっと高いじゃないですか、トリートメントって。効果どのくらい続いてるか分かんないのに。そんなこと言うの失礼か。だからさ、あんまトリートメントとかしに行かないんだけど、なんかマジ1年ぶり。いやん、可愛いよねこの服。でも何回か今年着たけど、もうね、夏服だから着れなくなっちゃうよ。この服結構お気に入りなんだね、スナイデルなんだ。今回はね、もうファンデーションはしません。これニキビももう治ってるし。1年じゃない。でもマジ伸びた髪、本当に。みんな美容室どのくらい行くもんなの？まあでもそっか、普段から結構切ってる人とかは行くのかな。あとちゃんと美容、あの、なんていうの、お手入れする人とか、こうあれで、なんだっけ、トリートメントとかする人は結構行くのかな。エカさん、クマありがとうございます。月1です。マジで偉っ。まだ全くメイクやってないのよ。やっと今下地が終わったから。親が美容室、え、マジめっちゃいいじゃん。さっきシエさんからおた飛行機のおもちゃもらいました。誕生日フライト、あ、本当？え、今日誕生日、仕事休み、お疲れ。よいしょ。あ、やべえやべえやべえ、ここ動かしてなかった。ここのこのコンシーラーなんか変だなと思ったら。誕生日おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアトミオさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。すごい、昨日に引き続き本日も誕生日って人がいますね。
おめでとう。よかった、ちゃんとあのこの時間に配信来れて。じゃないと今日もうこれしかしないからさ、お昼しかお祝いできないとこだった。ありがとう、わざわざ来てくれて。キャッチボールしてきました。ボーイ伸びた、野球しようぜのやつ。ボーイ、ちょうど鼻についてよかった、よかったマジで本当に。はい、下地は終わり、こっからは顎を削ったりしていきます。ブースティーのファンがやばいよね。てかさ、あのさ、握手のさ、本当にさ、握手もあるのにさ、そっちのさ、なんかオンラインもあったりでさ、なんか最近はプレッシャーがすごくて、個人的にはなんかやっぱ選抜に入ったからこそ握手の部が増えたからさ、みんなに会える時間が増えたのはいいんだけどさ、やっぱさ、こう完売とかもまた気になるじゃないですか。そう、でもなんせ部が多いからさ、散るのもあるしさ、なかなかそんなさ、いきなりさバンって上がったもんだからさ、そんなにさ簡単には出ないじゃん完売。だからマジ最近プレッシャーで、それがやっぱりそういうとこもさ、やっぱ他のファンの人が見ててさ、なんかまあよくさ選抜は握手とか言われるじゃないですか。でもさ、なんかそれでさ、なんであの子はこんなに売れないのにとか思われてもちょっとさ結構ショックだしさでもでもそんなさ、いきなりさいっぱい増えすぎてさ、そんな全部ババババババって売れるわけでもないじゃないですか。だから本当に最近ちょっとさ握手のことで結構ねナーバスになりがちなんだよね。しかも私の場合は配信やっててさ、その配信のなんていうのアワードのためもあるからさ、イベントがあったらそれもちょっと頑張りたいっていうのもあるからさ、なかなかさこう握手だけに全振りするっていうわけにもいかないじゃないですか。普段のみんなの生活もあるしさ、本当にね握手のこと考えると今ちょっとねナーバスだわ。まあこれも選抜に入ったからこそのお悩みなのかもしれないけどさ、クイナは行ってみたら分かるよって周りに。いや本当にそうなんだよね、多くの人に。いやなんかそのなんていうの、なんか次のことを考えないといけないんだけど、次につながるかどうかとかもやっぱ私は考えちゃうんですよね。その別に絶対に完売を出さなきゃいけないとかいうわけじゃないのかもしれないけど、でもやっぱりそういうこう一つの基準に握手というものがある中でってなってくると、やっぱりこう次につなげるためにはやっぱりこう握手を売らなきゃいけない、売らなきゃっていう言い方したらちょっとごめんね語弊があるんだけど、やっぱ完売を出さなきゃいけないっていう風に思っちゃうんだよね私は。そうじゃないと次につなげるのも難しくなってくると思うんだよね。だからさ、そこが嫌なんだよね。その売れないのが嫌とかじゃなくて、これは本当に理解しててほしいんだけど、売れないのが嫌なんじゃなくて、次につなげなきゃいけないっていうのを考えた時にしんどいっていう、言いたいことわかる。だから別になんていうの、だからといってみんなにも買ってよとかそういう意味じゃなくて、そういう意味じゃないの本当に。そういう意味じゃなくて、ただその次につながるかもしれないとか、次の基準になるんじゃないかって考えた時に、あちょっと嫌だなっていうなっちゃうだけで、そう別に多分だって今回新しく来てくれる人とかも結構多いと思うのよ。おめでとうって言いに来てくれる人とか、だから別にそういう人もいっぱい来てくれるのはすごい嬉しいし、そういつも通りファンの人が来てくれるのももちろん嬉しいから、そこが嫌なだけなんだよね。
やっぱりこうなんていうの、そういうのが一つの基準になってるんじゃないかってファンの人が言われてる中でさ、さらにさ、そのこの言い方もちょっと失礼になっちゃったら本当に申し訳ないし、なんていうの、なんていうんだろうな、別にそこをあれなんだけど、やっぱりこう選抜じゃない、私じゃない人の、選抜じゃない人でも私よりやっぱりいっぱい握手売れてる人もいるじゃないですか。そうなってくるとさ、やっぱりなんかそこのこう示しがつかなくなってくるというかさ、まあ、でもそこだけじゃないからこそ私は多分今回選んでもらえたのかもしれないけど、でもさ、そこもやっぱそういう人たちからしたらさ、なんでって言いたくなる気持ちもやっぱ出てくるじゃないですか。そこがしんどいなってめっちゃ思っちゃう。なんか別に今までさ、私が握手爆売れマンだったかっていうと別にそういうわけではないじゃん。まあそういうわけじゃないからこそ別にそこまでなんか気にしすぎることもしなくていいのかなって思うのは思うんだけど逆に言うと、まあ今までその完売とかもさ、たくさんファンの人に出してもらってたけどさ、別にさ、私より部外メンバーも全然いたわけじゃないですか。だから別にそこだけで選ばれたわけじゃないっていうのは自分でも分かってるからこそ、別に絶対的にそこにこだわらなきゃいけないっていうわけじゃないんだろうなっていうのも分かってるんだけど、そう、例えばここいきなりこうボンって増やされると、おお、どうしようどうしようどうしようめっちゃ増えたーってなったからさ、あの時握手の分の数発表された時にわー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 みたいな。びっくりした、びっくりしたりしたってファンのみんなも、みたいな、めっちゃ増えたーってなったでしょ。今でも結構頑張ってくれたのに、さらにこうみんなのこと頑張らせることになっちゃうってことには分かってるからさ、自分でも。びっくりしたよね、ほんと。私もびっくりしたもん。いや、あの時実は選抜はもう分かってたんですけど、でもそのまあもちろん言えないし、で全然別に握手も一人何部ありますとかも別に言われないのよ毎回。そんなファンの人がまとめてくれてるの見て、あ、こんだけあるんだって分かるぐらいだったから、めっちゃその全額でハイタッチの時にあの私のファンの人多分もう言わなかったと思うのよ。多分その選抜かもしれないって思ってても多分そのもしもの時があるから多分言わなかったんだろうなって私は思うんだけど、優しさというか気を使って。でも他のこのファンの人とかは結構なんか、クイナちゃんめっちゃ部あるじゃんみたいな、すごいよみたいな言われて、ええみたいな、そうなの、いっぱいあるのみたいな。そこで、でまとめとかあるじゃないですか。なんかツイッターとかにさ、こう一人な誰々が何部あって誰々が何部あってみたいなまとめてくれてるとか、それ見て、あーあーみたいなめっちゃあるじゃんってなって一人で汗汗してたよねめっちゃあったみたいな、こんなあったんだって。なんか最近ちょっとそうに悩んじゃうよね。だから別に今ファンの人は本当今まで通り、まあちょっと多めに今までより5個ぐらい多くてくれたら嬉しいなぐらいなんだけど、他をだから自分でどうやっていきたいなって思ってもらえるからね。そう、でもさ、善悪でさ、やっぱさ、私のファンの人はそのな、多分だけど気使って言わなかったんだろうなって思ったの。その選抜入ったんじゃないみたいな。でもそうじゃないファンの人めっちゃさ、なんか頑張ってよみたいな、だからなんか絶対そうじゃんみたいな言われたから全力でそう、ちなみに29受付が今日の14時までかなです。よかったら配信見てる、あんまり来たことないよっていう方来てみてください。意外といい子なんで、あの配信より全然いい子なんで、気が向いたら来てみてください。
いいことも知ってます。なんていいこと言うんだ。そうだよね、知ってくれてるよね。リンクできないからさ、こうやって片目つぶってさアイシャドウ塗ってるとさ、目がさもう片方なんかってなっちゃうんだよね。意外と小さくて可愛い。そうなんだよ、リナね、実はね157cm、157しかないんだよ身長。なんかめっちゃ160あるありそうって言われるんだけど、意外とちっちゃめなんだよね。それとかも可愛いよね。キュン。これはかぶるしかないで、いいよやめて。そんなみんなの生活をなんかボロボロにしてまで来てもらうのは違うからさ。販売出すためにそんななんかみんなの生活を脅かしたりは私はしたくないから。まあでも本当自分の頑張り次第なんだよね、多分握手も握手で。まあでも私も、私もじゃない、私が頑張ります。まあ、なので気が向いたら来てください。中略試験が出てない子が選抜なんだ、これがない的なこと言って。まあでもなんていうの、そのさ、やっぱファンの人の中でもさ、それが一つの基準にもなるっていう風にやっぱなんていうの思ってる方々もいるってことはさ、やっぱちょっとはそういうのが関わってくるってなると、そういう気持ちも出てきてもおかしくはないと思う、メンバーの中で。私はそう思う、別にその意見が正しくないとは思わないし、そう思う人がもちろんいても全然仕方ないと思う。だからこそやっぱ自分も頑張んないとなって思うよね、今回特に6年目で初めて入ったわけだから。いや今5年か、今6年目か。そう、そうなの、そこなのよね、やっぱ認めてもらうにはって思った時に、やっぱそこは頑張らないといけないとこだなと私も思ってるので。なんか今日涙袋の調子は、涙袋今日なくなったな、なんで、なんかむくんでんのかな。確かに顔ちょっとむくんでるけどさ、顔むくんだら涙袋ってなくなるのかな。SNS ぐらいの写真だし、言って加工加工、気に入らなかったら加工するぜ。確かに涙が枯れ果てたらちょっとあるかも。この前いとことご飯行った時にさ、いとこからさ、なんかメイク濃くなったでしょって言われて、まあステージ用のメイクとかもやっぱやっちゃうから慣れちゃうよねって言って、そっちに。で、どの辺、でもさ、意外と私そんな濃くはないのよ、言うほど、多分だけど。だから、どの辺が濃いと思うのって言ったら、みたいな。めっちゃ見て、私も。アイラインが長いって言われて、そう？で私割とね、細くて長いアイラインを描くんですよ。でそしたら
そう、いとこがマジで私の顔と一緒になるからやめてみたいな。別にそんな私たち似てるってお互い思ってなかったんだけど、最近そのいとこが友達からリナが載せてる SNS の写真見て、これめっちゃお前似てるみたいな、そう言われたらしくて、そうだからさ、あやっぱ似てんの、やっぱいとこって若干やっぱ雰囲気とかも似るのかなみたいな思って、うん、でも本当に別にさめっちゃ似てるわけではないんだよね言うて、なんだけどやっぱ似てるように見えるんだって、他の人からしたら。みんなもやっぱそういうのある？いや似てはないんだよな本当。でも多分似てるんだろうね本当、言われるってことはさ。でも多分だけどいとこより渋いのが似てますね。だとしても、としても渋いのは似てます。この前さ大粒のこのラメつけてたのでさ、花さんの卒業コンサートでさ泣くじゃん、涙出るじゃん、でこう拭くじゃん、手にめっちゃラメペラペラしてた、どっちも。そうだからさ、こう裏で着替えてた時にこうもう一回拭いてってみたいな、手キュッキュッ、ここのラメ全部なくなってた。やっぱ落ちるんだと思って、ちゃんと取れちゃったよね。最近公園でちょこちょここのラメつけなかったりつけてたりするけど、あんま意味はないです、特に深い意味。めっちゃ手キラキラになってた。さあここから一番大事なまつげの工程に入るからね。どう顔変わった？みんなチークもうちょいとそうかな、チークなんか薄いな。なんかちょっとそのえさっきより、やばいマジ、まつげが本当に今ね結構ひどいんだよね。なんかめっちゃ短いまつげみたいなのが出現してきて、多分前回松葉の時のなんか短かったやつなのかわかんないけど、めっちゃもう最悪なまつげがねなんか20本ぐらいいるんだよね。普通はこう生えてるんですよ、今松葉してるからこうなってるんだけど、こうやってこうパチって上にここが 目付け根だったらこうなってるんだけど、その中でこうなってるやつらがいるの、何本しかもこうなってんの厄介なことに。あのたださこれだけだったらさ上じゃやればいいんだけど、これがこうなってるから、そうだからあの上に上げるとこうなるんだよわかる言いたいこと、マジ厄介なのこのまつげ。どんだけまっすぐ伸ばそうと思ってもやっぱさ松葉の力って結構強いからさ伸びないのよ。私がどんだけこのヘアアイロンじゃない間違った、まつげパまつげのホットカーラーみたいなでやっても全然もうまっすぐなんなくて、本当に大変なの。だからその多分上向いてるやつの方が数が多いから多分みんなからパッて今見たらいい感じにほら上がってるように見えるじゃん。ただその中によくこうやって横向いてちゃんとめっちゃカメラに近づいて、多分ねこういうやつがいるからこういうやつらが反逆まつげが
昨日誕生日だったの。あーごめんね、お歌は当日にしか歌ってないの。でもおめでとう。下のマトパはやってよかったんだけど、落ちかけの時が結構バサバサになっちゃってしんどかったから、やんなくてもいいかなって感じ。まあでもそれやった直後とかマジ綺麗だったし、すごい目が大きく見えたから、やってダメなことはないんだけど、やらなくてもいいかなって感じ。本当になんかその一日のためとか大事な撮影のためだけにとかだったら全然 OK だと。出かけしてくる。おーい。お腹すいた。でも松葉はさすがに1ヶ月に1回とかじゃないとまつげが多分ちぎれちゃうから、だからさ、今からまたもう一回しようとかできないんだよね。この前やっちゃったからさ。右はでもそうでもないんだよね。左だけなんだよ。右はまだ結構お利口さんのまつげが多いです、今。ちょっと落ちかけてるけどまっすぐみたいなのが多いから、別に右はね、そんな苦労してないんで。マジ問題は左のまつげだけ。そうなのよ。みんな今日は仕事中かな？休憩中？お休み？専業主婦？まぶたについた、クララが立ったみたいな形しちゃった。あさってまでにいいと。あらそうなの、いっぱいになるし、しんどった。地下鉄の中乗り過ごさないようにね。今さーちゃんとやつのスタ、あの文化祭の時のあの昨日ストーリーのやつ写真、そうだっけ、あれの色味好きだな。
でもさやっぱさこのコンサート終わりのさ金子さんがさ何だっけ、コンサート終わりの亀子さんがさいっぱい載せてくれるじゃないですか、こういうコンサート終わりって。でさおすすめにさ別に検索してもなくてもさみんなの写真とか流れてくるじゃん。やっぱさ悔しいよね、可愛い、みんな可愛いんだよねマジで。いや悔しいっていうかな、悔しいっていうのも変なんだけど、でも HKT としてはすごい嬉しいことなんだけど、なんか悔しくなるぐらい可愛いんだよみんなマジで。メンバーが可愛くて仕方ない。本当に悔しくなっちゃう、可愛くて。そう、そのぐらい素晴らしい、素敵、いいことだよね。ああ下まぶたについた、今日やばいな、今日メイク下手くそな人かもしれない。やばい今日マジでまつげっていうかメイクの調子が悪すぎるで。コンサートのメイク頑張ったし仕方ないよね、そんな日もあるよね。可愛さを逃さないカメラマン、え、それな本当に。たいことだよ。コンサートのアーカイブ、そう今日からです。ぜひ皆さん見返してください。17ライブ。真ん中のここが全然上がらない今日。もっと上がるはず。君はもっとできる。ミスコン見てちゃんと。みんな頑張ったからいっぱい見てミスコン本当に。またリップ塗ればいい感じになるかなと信じて諦めよう。でも今回さ私あれだわ、コンサート亀子さん意識よりモニターとかの配信用とかのカメラ意識の方が強かったかも。カメラで言うともちろんファンの皆さん意識だけど映ってない時とかもでもやっぱ前に出る機会が多かった分映してくれることもやっぱ今回多かったからそっちをちょっとこうなんていうの意識しちゃったかも。メルコさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。なんかカメラ目線とか多分今回めっちゃ少ないと思う。それは本当ごめんっていう気持ちはある。まあでもありがたいことですからやっぱ前にそうやってまっすぐ前向いてるが撮りやすい。本当？でも私もそういう写真好きなんだよね、自分自身もそういう風ななんかアイドルって感じじゃない雑だけどお友達から店の住所が来てた。
さあ、じゃあそろそろ一応ランキングもかな。13位マジックさんありがとうございます。12位三角さんありがとうございます。11位ショーさんありがとうございます。10位ヤスさんありがとうございます。9位トリトンさんありがとうございます。8位ションションありがとうございます。7位スミさんありがとうございます。6位ルイボスティさんありがとうございます。5位友達太郎さんありがとうございます。4位ラブ北海道さんありがとうございます。3位シュン君ありがとうございます。2位サスモノテッチありがとうございます。1位エカさんありがとうございます。塩抜き体調全然崩してない。私塩抜き超向いてたっぽいわ。じゃあ行ってくるよ。あのメールに、じゃあせっかくだからメールに1番に見せてあげるね。みんなだからメール登録しといたら1番に見れるよ。 SNS より先にメールに載せます。お楽しみに。じゃあ皆様ごめんね、ちょっと今日は思ったより遅くなっちゃって配信始めるのが。じゃあまたバイバイ。あ、間違えた、違うとこしちゃった。バイバーイ。